こんにちは、リリーです。さて今回なんですけれども、ちょっとね動画を投稿する予定の日ではなかったんですが、急遽動画を撮っております。その理由なんですけれども、私9月16日土曜日より神戸にて開催されます筆豆女子に参戦することになりました。やったー。ということで、筆豆女子ってなんやねんという方のために簡単にご説明すると、こちらはね長沢ジャーナルスタイルさんのイベントでして、いろんな手帳メーカーさんであったり、手帳関連メーカーさん、例えばリフィルとか、それこそねリフィルを書くときに使う可愛いスタンプとか、なんかねそういった素敵なメーカー様がギュギュッとなんか集まって、それでねイベントを開催するっていうのが春と秋にあるみたいなんですね。で今回はその秋の部ということで、あるんですけど、最初はねその9月16日から18日まであるんですけど、その期間っていうのが旦那さんのお休みがなくて、それでまあねさすがに子連れでね神戸なんて無理やって思って諦めていたんですけど、なんか先日ね別の休みがなくなった代わりに16日が休みになったよって旦那さんに言われて、それでああなんとと思ってね、それでちょっとダメ元で聞いてみたんですよ。実は16日に神戸で手帳のイベントがあるんやけどって言ったら、おー行ってきなよってめっちゃスパーンって言ってくれて、おーそんな菩薩と思って、すごい菩薩なんですよ旦那さんは。もう普段から菩薩なんですけど、すごい菩薩やなと思って菩薩なんですね。ということで行くことになりました。まあそれでね日帰りで行くので、まあ荷物もコンパクトにしたいなということで、手帳をねどれを持っていこうかなっていうのをちょっと考えていたんですけど、今回はこちらミニ6のうーちゃん、こちらね1点のみ持っていこうと思いました。その理由なんですけれども、筆豆女子にはフェミニオンさんということが参加されるんですけど、フェミポケってご存知ですかね。このうーちゃんのようにちょっとねポケットが少ないかなっていう手帳に、このリングのところにねなんか布製のリフィルなんですけど、こうなんかいい感じにはめることで、このこことこっちにポケットができるよっていう、すっごい可愛いねリフィルを販売されているところなんですけど、私なかなかねちょっと購入する機会っていうのがなかったんですが、今回筆豆女子に参戦するにあたって、フェミニオンさんぜひぜひ行きたいなと思って、それでねこのうーちゃん、私もうすごい気に入ってるっていうのは、普段動画をご覧いただいている方はもうね結構わかるかなと思うんですけど、すごい大好きな手帳なので、もうねうーちゃんをもっと可愛くしたいっていう願望があって、ということでねやっぱり本人を連れて行って、それでねフェミニオンさん、まあそれがオーダーになるのか、もうそこでね販売されている既存のものを購入するかはちょっと行ってみないとわからないんですけど、まあとにかくもうこの子に合ったフェミポケを購入したいと思って、それでねこの子を連れて行くことにしました。私が普段持ち歩いているのはこちらミニ5の川小屋ちゃんなんですけど、今回はねお休みさせようかなと思います。まあこれね2つ持って行ってもいいといえばいいんですけど、まあやっぱりちょっとね神戸という異国の地、海を越えるので、海を越える時にこうねなんか2個以上手帳とか持って行ったら、まあ単純にねちょっとかさばっちゃうかなっていうのもあるし、あとねもしなんかちょっと置いてきちゃったりとかしたらもうえらいことになっちゃうので、もうね1個に絞ろうと思って、今回はこちらのうーちゃんのみで行こうと思います。そしてまあ何を買うかっていうのは、もうねフェミポケは絶対に買おうって思ってるんですけど、あとはねどうだろう、もうその場に行って見てみて、あこれはって思ったものを買ってくるかもしれないです。まあなのでねちょっとへそくりを持って行って備えたいなと思っております。ということでね、これミニ6手帳を3つ並べてるんですが、なんでかっていうと、今ねこのうーちゃんってこの前もちょっとご紹介はしたんですけど、 YouTube のこと、手帳関係のこと、そしてこのね家事関係のことっていうのが結構雑多に入ってしまっているんですけど、神戸に行くのに
家事関係のことっていらないじゃないですか。そしてね、この前のね、手帳会議の動画でも言ったんですけど、私はね、このちょっとね、趣味と、まあ家事、私にとっての仕事っていうのは分けたいなという気持ちがあるので、もうこの機会にちょっとね、分けちゃおうと思って手帳をご用意しました。ということでね、ちょっとここから雑談をしながら、この掃除、片付け、料理、この文をね、こちらダヴィンチスタンダードに入れ替えていこうと思います。それでは、レッツゴー！ということでね、まあガサッとやっていくんですけれども、実はこれを撮ってるのが9月12日なんですけど、チャンネル登録者様が900人になりました。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。これね、ショート動画明日出すね。嬉しいんですよ。900人ってことは、目標の1000人までのカウントダウンが始まるということじゃないですか。はぁーと思って。ねえ、なんかめっちゃウキウキルンルンしてるんですけど。ねえ、ほんまにありがとうございます。900人ってね、めっちゃすごいよね。目標がね、1000人っていうことは言ってるんですけど、なんか1000人とかって言う前に、900人ってすごいじゃないですか。カレーパンね。そう、カレーパン。あ、これそう。カレーパンの、このね、ステッカーをこの前ご紹介して、なんかね、どうなったかまた言いますねって言って忘れてたんで今言うんですけど、カレーパンはね、ダヴィンチスタンダードに行きました。そしてね、このうーちゃんには、こちらのたらこおにぎりを継続して使っております。まあ、ということで、ちょっとこのカレーパンをね、表紙にして、そしてね、なんかこの他の人たちをもうこっちに移動させようと思います。いやー、どこまで喋りました？そう、900人ってすごいよねって話。なんか、900人って、なんか想像できんよね。800人の時の、なんかデコ日記の時も多分私言ったんですけど、なんか実感がないっていうのが、やっぱり正直な気持ちではあるんですよね。なんか、こうね、どんどんチャンネル登録者様がありがたいことに増えておりまして、もちろん減ったりすることも当然あるんですけど、まあ、それでもね、なんか、チャンネル登録をね、してくださったり、新しくね、私を見つけてくださったりする方っていうのが、やっぱり継続的にいてくださるっていうことが、もうどれだけありがたいかっていう話ですよ。ほんまに。本当にありがとうございます。あ、なんかすごいね、なんか何の話かようわからないようになってきたけど、できました。はい、ということで、これね、ざっと抜いただけなんで、ちょっとあれなんですけど、感謝、ほんまに感謝、もう絶対感謝、ありがとうございます。ほんまに、もうこれは毎日、使う手帳に挟もうと思って、感謝入れております。そして、マンスリーがね、チャンネル登録者様の推移とか、何をアップしたかっていうことを書いていたり、ウィークリーにはね、アップした動画っていうのをまとめてるんですけど、これね、ちょっとコロナになっちゃって、アップできなかった分とかもあったんですが、こうね、スミって押してるのは、アップできたよということじゃなくて、録画したよみたいな、撮影したよみたいなことでつけていたりとかします。でね、デイリー最近めっちゃサボっとって、9月5日でね、止まってますね。これね、あれあれ、あれなんです。英語禁止やった時の、リフィルなんですけど、ほんまにご覧いただいてありがとうございました。思いのほかご好評をいただき、びっくりしました。正直、何やよん、この人ってなって、なんか、意味わからんとかってなったらどうしようって思ったんですけど、なんか、めっちゃ皆さん楽しかったって言ってくれて、嬉しかったです。ありがとうございます。まだ見てない人はぜひぜひ、概要欄に貼っときますので、見てください。そして、子供がね、これ、書いてくれた、可愛いやつね。アート、めっちゃ可愛いです。そしてちょっとね、メモ帳が挟んであったり、ここはね、手帳のことを書いていっているスペースなんですけど、こういう感じでね、なんかいろいろ書いてます。そして雑記ゾーン。雑記ゾーンはね、ちょっとインデックスをつけて、こういうの書いてるんだなっていうのが一目でわかるようにしてあります。もうね、だいたいね、ちょっと経ったら何書いたか忘れちゃうので、インデックス必須かなと思います。そして YouTube のアイディアということでいろいろバーッと書いていたりとかします。そしてシール帳、付箋置き場、スライダーポケットは可愛いシールを入れてます。そしてペンホルダーリフィル、なんかちょっとヨレヨレになってきちゃったんですけど、ま、
この部分はしっかりしているのでね、継続して使っております。ということで以上がうーちゃんの中身です。そして移し替えたこれカレーパンがすごい派手、これねリフィル、これもね掃除片付け料理がちょっと最近全然かけてないんで、ちょっとなんか見せても良さそうなとこだけ見せますね。こうやってねなんかレシピを調べたら、これはフォメモで印刷したものを貼ってます。こう手で書くのもいいんですけど、まあ印刷した方が早いかなというので貼っていたりとか、スシローの注文とかね、トウモロコシの茹で方についてとかも書いていたりします。まあ、あとはそうやね、正直ちょっとね片付けとか掃除の部分っていうのはやってはいるんですが、書くのはサボってしまっていてちょっと恥ずかしいので、今回はお見せしませんが、ちょっとこれからね頑張って書いていけたらいいかなと思います。ほんまにねこのなんか家事のリフィルだけだとめっちゃ薄いので、まあ今のところはねこれ14ミリリングでも全然いいかなとは思うんですが、もうちょっとね充実させていけたらなとは思います。そしてキキララちゃんの手帳はすごいねパンパンになっちゃいました。でもこれが十何ミリリングなんか分からんけど、17から8か9ぐらいのリング系だと思うんですけど、いっぱいね今まで書いたリフィルっていうのを詰め込んでいっています。いやでももうパンパンやねこれも。ちょっとねまたこちらのね移し替えたリフィルの行き場というのは考えていきたいなと思います。ということで今回は9月16日土曜日に開催されます筆豆女子に参加するよということと、こちらのうーちゃんの中身をね若干スッキリさせてみました。あ、ちなみに私が参戦するのが9月16日土曜日の15時から18時の部です。ね11時からが良かったんですけど、ちょっとねチケットが取れなくて15時からになりました。もし同じ時間に参戦するよっていう方いらっしゃったら、よろしくお願いします。会えるか分からんけどね、ね、なんか会いたいなって思ってくれるかも分からんけど、まあ、もしなんか会えた人がいたら私は嬉しいなと思います。それでは今日はここで終わろうと思います。この動画が良かったよと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。ほな、またね。バイバーイ。